お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。さあ今回ちょっとオープニングを取り忘れてしまいましたのでナレーションで失礼いたします。今回は私の大好きなメイクアップフォーエバー縛りで自まつげ順割りメイクをやっていきたいなと思います。オールシーズン使えそうなメイクになってますのでぜひ最後までご覧ください。はい、そしたらね、すっぴんの状態からやっていきたいなと思うんですけれども、今ねスキンケアしてちょっと時間経った状態なのでちょっとね保湿を加えてから下地に入っていきたいなと思います。で、最近だったらアンブリオリスのクリームをよく使ってたんですけど、メイクアップフォーエバーでね同じようにやる場合はこちらです。ステップワンプライバーのハイドラブースターというジェルベースの一応下地なんですけど、スキンケアにすごく近いような保湿感があるのでこちらを使っていきます。テカるのが気になるから保湿系怖いなって思ってる人が安心して使える系の重すぎない保湿感のあるものになってるのと、こんな感じのテクスチャーになっててジェル系です。ほんとみずみずしい感じ。つけたすぐ後からね肌が潤いに満ち溢れるみたいな感じのプライマーですね。今日はお肌に圧力がかかりにくいブラシでねやっていきます。109番ブラシ。結構ね皮膚が薄い方とかブラシの使い方でどうしても圧力かけちゃうんだよっていう人が使いやすいブラシなんですけど、使い方がよくわかんないみたいな感じになりやすいってことなので、こんな風に使ってるんだなっていう、まあ記録用みたいな感じでね今日は使っておきます。尻尾みたいにピョって出てる方、こっち側が尻尾みたいな感じで、この毛の短い方が進行方向って感じですね。こういう感じでつけてあげるプラス、この毛のピョって出たところでこの下地がねついてると思うんですけど、大事なのはねここの三角エリアにちゃんとついてるかなので、ここにこの毛の長い部分でピヨピヨピヨって全体につけてから全体にこう広げていくよーっていう感じですね。三角エリアの全体につけてからこの全体につけていくよーっていうことですね。そうすると顔の中心からカバー力がなくなっちゃったりとか、なんか外側にいっぱい溜まってるっていうことがねなくなります。もう潤いがもうバッチリになりましたね。もうすごいしっとりしてます。いい感じです。もうね暖房の乾燥もやばい、本当に死んじゃう。では、ほんちゃんのプライマーですね。ステップワンプライマーの UV プロテクター。もう今一番好きな下地ですね。SPF50+ で PA3+ あるものになってます。トーンアップ効果がある下地ですね。で直径 1.5 センチくらいの丸で出してもらって、5点置きしてからブラシでつけていきます。ブラシにこういうクリームとかを取ってから顔に広げる方がね、一定数いらっしゃるんですけど、そうするとね、ブラシの中に入り込んでいく量だけ増えて、顔についてる量っていうのはね、減ってしまうので、必ず顔に乗せてからブラシで伸ばすようにしていただけるといいですね。もうこれはね自分のテクニックいらずに顔の凹凸にフィットしてくれるようなブラシなので超絶楽ですね。カバー力だと平筆の方がカバー力はね残るんですけど、これもねそこまでカバー力損なうほどの圧力がかかるものでもないので、まあ、割とね無難に使いやすいんじゃないかなっていうものですね。はい、ちょっとこう明るさが出る感じわかりますか。これでねもちもちの土台が出来上がっていて崩れにくい肌が作れていくよっていう感じになります。はい、でもね乾燥が激ヤバピーヤなのでちょっとまだね保湿のファンデーションでいきたいなと思います。メイクアップフォーエバーのリブートファンデーションですね。日によってね結構色変えてます。薄付きなので割とちょっと明るかったりちょっと暗かったりしても使えたりするんですよ。今日はね Y315番、ちょっとヘルシーめな感じで仕上げていきます。こういう、ね、液体がみずみずしい系のファンデーションとかもこういう圧力のかからないブラシで伸ばさないとなんか思いのほか剥げちゃってファンデーションのカバー力がね、もともとナチュラルなのにさらにファンデーションのカバー力がブラシに奪われちゃってあんまりついている感が出ないみたいなことになりやすいので、皮膚が本当に動かないような優しいタッチで伸ばしてあげるっていうね、ピタッと当てつつ優しく伸ばすっていう感じが重要になります。そういうのがやりやすいブラシっていう感じですね。はい、なんかこう適度にカバーされてくすみとか消えたけど厚塗り感が、ね、ない、なんかちょっとライトが当たってびしょびしょな感じするけれども、まあ乾きますしね、ちょっとスポンジで押さえますので、これいらないツヤ感を取っておくっていうのと、これでね密着力がねすごく上がるので、乾いたスポンジで何もつけない状態でポンポンするのはね結構重要なポイントですね。そしたらねもうね本当にね乾燥してるんですよ。こちらですね、コンシーラー、エキディスキンコンシーラーの 2.3R を使っていきます。くすみケアみたいな色ですね、ローズ系のカラーで、一応ね今出てるものの中では一番ね濃いめの色味になってる感じですね。もうちょっとねなんか日焼け肌向けの色とかもあったら嬉しいなとは思うんですけど、でもこういう質感のコンシーラーがね存在してくれてることだけがもうほんと感謝っていうくらい超みずみずしくて張り感も出るし崩れにくい、その乾燥崩れとかね粉吹きとかがしにくいコンシーラーなのでめっちゃ使いやすいです。
まずは水分がね奪われすぎないように指である程度ポンポン伸ばします。最初からスポンジを使っちゃうとね、このコンシーラーの良さは出なくなっちゃうので、チュルンとした表面の張り感がこのコンシーラーは出るんですけど、全部スポンジに持っていかれちゃいますのでね、まずは手でポンポン、はい、こんな感じでね、なんかただびしょびしょな感じに見えるけれども、実際見るとねすごいいい感じなんですよ。でこれもある程度こうちゃんと伸ばし終わってから、いらなそうな分だけポンポン、なんかこうちょっと整えていくというかね、まあ密着させるみたいな意味合いが一番強いかな。そしたらね、ウルトラ HD ルースパウダー、もう I love you な、もう大好きなパウダーですね。乾燥しすぎないけど、毛穴とかもそういう肌のムラとかをこうぼかす効果が半端ないぜっていうね、透明の片栗粉みたいな、もう粒子の細かいパウダーを、まずはね、サラサラにするっていうよりも、ちょっと軽く、仮付けみたいな感じで、ほんわりつけておきます。ブラシに取るとこう固まってめっちゃついてるので、ティッシュの上でこう、なんかネリネリする感じでブラシに含ませて、こんな感じで、表面にこう塊がない状態にね、してからつけていきます。こすらずトントンですね。こするとねファンデーション剥げます、ずれちゃって、でブラシもベタベタになります。ある程度サラサラになってから撫でる分にはいいんですけど、このしっとりの状態から今からつけていきますっていう段階ではね、ほんとこすらない方が綺麗につきます。で、ほんとちょっとしかつけたくないので、つけすぎちゃった後戻すことはできないんですよ。でも足りなかったら後で足せるので、ちょい足りないくらいがいいかな。足りないと思ってたら意外とちょうどよかったってなれば一番いいよっていう感じなので、こんな感じ、余分なテカリ感は取れたかなくらい軽くつけました。そしたら今日はね、リップチークからやっていきたいだと思います。今まではね、百貨店とか限定だったリップが最近公式ストアでも買えるようになりましたのでね、絶対このシリーズを使いたいなと思いますので、今日はまあリップとチークに合うような感じのアイメイクでまとめていこうかなと思います。ルージュアーティストベルベットヌードという、もうふっくらリップのソフトなマットな仕上がりを作れるゲロ可愛いリップのシリーズでございます。もうね、めちゃくちゃ可愛いんですよこれ。質感がね、たまらなく好き。うん、こんな感じの可愛い、使いやすいカラーで、これはね、私が、まあ、ベージュ系でとりあえず無難に使いたいなと思ったら使う105番ですね。で、このベルベットヌードのシリーズは顔色悪いみたいな感じの血色の悪いベージュがね、ないんですよ実は。ベージュ初心者の人はね、めっちゃ使いやすい色が見つかるので、幅広い方が使いやすいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、ベーってつけたものをブラシね、216番、先がまん丸になってて、小回りの利く212番とね比べるとこんなにこう丸みが違うんですよ。で、この丸いのはすごいね、ぼかすのにめっちゃ使いやすくて、ちょっとオーバーリップとかしたいけどかっちり作っちゃうとなんか重いなみたいになるじゃないですか。なので輪郭だけね、これでほんわりさせておくんですよね。これがね、めっちゃ可愛い。で、足りないとこだけリップ足すって感じで、ちょっとなんかふんわりするの分かります？はい、こんな感じでリップ OK ですね。そしたら今日はね、チークちょっとオレンジ系でいこうかなと思います。マットなオレンジ系ですね。アーティストブラッシュの B300 番ですね。マットな色って割とね、ドンってつきやすいんですけど、ソフトにね、つけやすいカラーになってます。で、ちょっと私が大好きなスカスカのブラシ122番ですね。これはね、ほんわりちょっとずつ色ついてくれるので、いきなりドンってついたりしないブラシになります。まあ、一応ね、このチーク自体もそんなにいきなり濃くつくよっていうシリーズではないんですけど、さらに安心してつけられるっていう感じですね。ちょっと血色感がいいよねっていう位置に今日はつけていきます。ちょっとほてった系、これでアイメイクをちょっとこうアイラインの角度とかキリッと作っていくと、強すぎない感じの女性らしさも残した感じのキリッとメイクがねできるんで、先にこのほんわり感を作っておいちゃいます。はい、めっちゃ可愛い。ちょっとまあ土台の肌のねツヤ感があるんで、それでツヤが出てるけれども、あとはまあこのブラシで軽やかにつけてるっていうのがねあって、ちょっとツヤっぽく見えてるかなと思いますが、チーク自体はねマットなカラーになります。はい、じゃあまずはこちらのアクアレジストスモーキーシャドウのサンライズというカラーですね。使いやすいカラーで、まあ無難によく使えるカラーとしてご紹介する中で、ブラウン系のカラーのパールの色が欲しい人によく紹介するんですけど、もうね、もうほんとこんだけしかない、もうちょこっとしか入ってないくらい、もうめちゃくちゃ使ってます。とりあえずこれをね、もうパンダ状態になるような感じで全体につけていきます。
そう、乾くまではぼかしやすく柔らかいけど、乾いたらウォータープルーフでめっちゃ落ちないみたいな感じなんで、アイシャドウベース兼アイホールカラーみたいな感じでつけていきます。ぼかすの慣れてない人はね、片目ずつね、パンダ作ってぼかして反対の目に行ってっていう感じでやっていただけるとね、いいです。輪郭だけこうネリネリネリとね、ちょっとこう圧力を加える感じでぼかしてあげます。輪郭だけでいいですからね。なんかこう中まで全部触っちゃうとそこも薄くなっちゃうので、輪郭だけ触って輪郭がじわっと薄くなったような感じを作ってあげるのがいいです。もう涙袋とかももう一気に出来上がりますよね。もう超楽です、これ。そしたらね、ちょっと涙袋のパーンという感じを足すのにね、私の大好きな乱れまくってるんですけど、このクレームブリュレですね。もうパール感がめちゃくちゃ可愛いんですよ。パールがね、しっかり磨かれるのはブラシの方がいいので、242番ブラシにとって置いて、下のぶたはちょっととんがり感のある212番ね。めっちゃ可愛い。はい、こんな感じ。もうめっちゃ出来上がり感できてますよね。立体感が出てきて。で、マット系はね、こうやってマットとパールでね、パレット分けてるんですけど、よく私が使うのはね、このカプチーノっていう濃すぎず使える暖色の茶色ですね。赤みはそんな強くないです。いつもと違う感じでいきたいけど、でもやっぱカプチーノが使いやすいからカプチーノ使います。本当に軽く取って、まずはね。で、締め色としてこれを際の方につけて、そんなに締め色としては強い色じゃないので、これをね、じゅわーっとだんだんちょっと面積を広げて、あんまり濃くないけどしっかり奥行きあるよっていうね、存在感を柔らかく出していきます。うん、ちょっとブラシの残り物で涙袋の下をね、ちょっとすくい上げるように影を追加しておきます。残り物でやることでやりすぎてる感が出ないんで、ちょうどいいかなと思います。はい、こんな感じですね。じんわりな立体感、めっちゃいい感じ。アイラインはウォータープルーフのアクアレジストグラフィックペンっていう、先がね、そのフェルトみたいなスポンジみたいな感じになってる落ちにくいライナーですね。めっちゃ落ちにくいんですけど、皮膚がね、柔らかい方は、こすってこうつけようとすると結構皮膚がくっついてきて、なんかうまく綺麗に引けなかったりするので、力をね、入れないように気をつけて引いてみるといいですね。なんか皮膚をへこませないようにみたいな感じ。私も割とまぶたは動く方なんですけど、ああ、まつげについてた。そしたらマスカラはプロフェッショナルマスカラですね。まずはね、ちょっとボリュームタイプでボソボソとつけて、で、ステップ1で整えていこうかなと思います。で、僕ざっくりちょっとつけてから、ステップ1に切り替えて、細い方ね。ちょっと細かい気になるところをつけてあげるって感じね。そしたら眉毛ですね。もう眉はもう一群のアイブロウコスメのアクアレジストブローディファイナーっていう細いペンシルもいいけど、このフィラーっていうね、太いクレヨンみたいなペンシルがもうちょっと楽すぎて私は大好きなんですよね。今日はね、20番を使っていきます。あまり濃すぎない感じのね、アッシュ系のカラーですね。これでね、眉の3分の1くらいをお尻の方からちょっと先に作って、それを内側に向かってぼかして、色を内側に広げていくみたいな感じですね。こんな感じで描いて、これもウォータープルーフなんですけど、美容室とか行くと眉尻消えません？シャンプーとかパーマとかのなんか顔の周りに巻かれるタオルとかで結構消えちゃうことがね、今までは多かったんですけど、これはもうほんと最強でした。マジで消えなかったですね。
はい、広げてこんな感じで、毛が生えてないところはね、どうしてもちょっとねテロテロ光っちゃうので、眉パウダーとしてよく使ったり、ノーズシャドウにも使うこのミルクティーっていう色ですね。これをちょっと毛が足りないなっていうところとか、眉パウダーとしてちょっともう少し毛の濃さが欲しいなっていうところには足しておいてあげるといいですね。はい、こんな感じですね。眉マスカラ同じシリーズの20番をね使っていきます。ちょっとミルクティー系なカラーですね。チップがねちっちゃいので、鉛にならずにねめちゃくちゃつけやすいです。ワッシャワッシャつけて、描き足したところがあると思うんですけど、そこにこう眉毛の向きを持っていって、ここも毛生えてますよって見せると良いです。こんな感じでね、とにかくただただ上に向けちゃうとか、シンプルな動きだけだと毛が生えてないところが丸見えだったりとかしてカモフラージュできないんで、眉毛はちゃんとね生やして伸ばして、毛が足りないところにこう向きを持っていけるようにしておくっていうのが個人的にはねすごくいいなと思ってます。こっちなんかね上がすごい足りないんですよ。なんでもうめちゃくちゃ上に立ち上げておかないと毛があんまないのが分かっちゃうんで、もうこっちはもうゴリゴリに立ち上げていきます。うん、こんな感じですね。そしたらシェーディングはアーティストスカルプターの S400 番ですね。ふんわりしたブラシで入れたいので160番ブラシにとってポンポンポンと入れていきます。割とね細長いブラシなので、力をグーンと入れない限りはそんなに広がりすぎないですね。ぼかしながら入れられる感じです。はい、じゅんわり立体感を出したら、このミルクティーでちょっとノーズシャドウをね入れていきます。このねちょっとおデブなブラシで入れることで固まって舞台メイクみたいになったりしないので、割と私はこの140番で入れるのが好きですね。ちょっとだけこのアイシャドウの輪郭もミルクティーでブレンドしておきます。輪郭がじわっと溶け込むような感じになるんですよね。めっちゃ綺麗になります。はい、いいですね。お肌もねもうあんなにツヤツヤしてたのに、今ライトが当たってツヤが出てるみたいな感じで、かなりもうサラッとピタッとしてます。素肌っぽい仕上がりになってますね。はい、でハイライトだけねちょっとリニューアル後のアーティストフェイスパウダーになってからのものをね持ってなくて、プログローは廃盤になっちゃったので、こんな感じで今日は完成していきたいなと思います。今日は結構ツヤ多めにしてるので、ミストはねソフトマットのものでセットしておきます。めっちゃいい匂いなんですよねこれ。これ2分間くらいしたら乾きますね。はい、というわけで今回のメイクアップフォーエバー縛り完成でございます。はい、いかがでしょうか。ちょっとね自まつげメイクなんで割と珍しいなっていう感じなんですけど、どうですかね。自まつげメイクのボリューム感に合うようなこう締め色使いだったりするので、いつもよりはまあ濃さは変わらない、濃いかなはい、全体的にこうじわーっとした感じの色使いなので、割とこう年中使えるメイクになるんじゃないかなと思います。本当はね今日スターリットダイヤモンドパウダーとか使いたかったんですけど、今ねちょっと関東に戻るいろいろ引っ越しのものをこうやったりとか、なんかいろいろそういうので先にスターリットダイヤモンドパウダーもうね開けにくい感じで包んじゃったので、今日はちょっと使えなかったので、また次回ね何かこうメイクするときに使っていこうかなと思います。はい、というわけで今回のメイクが参考になったなとか面白かったなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。高評価をしていただけると他の方のおすすめにも出てきやすくなりますので、よかったらご協力をよろしくお願いいたします。そしてメイクの相談がしたいなっていう方はオンラインレッスンや対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。Bye.